はい、どうも靴ひもです。前でご視聴いただきありがとうございます。ということで本日バズフィードさんのクイズ実況やっていきたいと思います。よろしくお願いします。意外と分ずい、ディズニープリンセスの瞳の色正しいのはどっち？なんでもレディーはあのディズニープリンセスにね、あの強い憧れを持ってらっしゃる方も、鼻かい多いって聞きますよね。なんか売れっ子 YouTuber ってなんか高級な腕時計とかご購入なさってる方多いじゃないですか。男ってあの、機械式時計とかその腕時計好きな人多いんですよね。でもあの女性は、人にもよるけれども、どちらかというと腕時計あんま興味ないよみたいな、そういった女性が割合的にね男に比べると多いと、興味ないっていう人が。その理由の一つとして挙げられてるのが、ディズニープリンセスは誰も腕時計つけてないでしょって。確かにその男の憧れの、仕事ができる男みたいなのは、多分時計つけてる人が多いですよね。なんかこう会社でこう出世した人とかね、そういうことね。でもディズニープリンセスは確かにプリンセスの座でありながら、そのティアラとかね、ネックレスとかリングとかつけてても腕時計をつけてない。なぜなら時計、あの時間に追われる身分じゃないからだな。っていうのが女性がその腕時計をつけない理由の一つと言われてるらしいですね。だからディズニープリンセスってキャラクターのデザインが、それほどまだ世の女性のね、そのファッションに大きな影響を与えてるとも取れるような。やっていきましょう。ラプンツェルの瞳、正しい色はどっち？あ、この子ラプンツェルって言うんだ。なんかプレッツェルっていうお菓子がありましたね。関係ないけど。どっちだっけな。青じゃない？え？ロング。ロング。間違えちゃいましたね。エルサの瞳ブルーだけど、アナの瞳は？アナと雪の女王がさ、左のあの白髪の姉ちゃんでしょ？違うか、シルバーヘアか。シルバーヘア、プラチナーゴールドっていうのかな、こういうの。アナの色、上は？これは、なんか、青と緑の間。これは？え？同じやん。え？ちょっと待ってくれ、待ってくれ。アナの瞳は？待ってくれ、どっちがアナだ？瞳の色。え？同じじゃない？これ。え？なんか右の姉ちゃんの方が瞳の色が若干違うんだよな。上にしとこう。コレクト。合ってんのかい。よう分からんわ。シンデレラの瞳、正しい色はどっち？ああ、ちょっと、やっぱり、あの、歴史ある作品だけあって、イラストの絵の感じがね。これは上ですね。これでしっくりくるもん。おお、ムーランの瞳は？なんかこれ、アゼンって感じ。こっちもアゼンって感じ。え？若干違うんだな。上の方が茶色っぽいな。こっちだろ。マジか。ティアナの瞳は緑茶色？おお、そうね。いや、多分これはこっちだな。コレクト。ベルの瞳、正しい色は？お。お美しい女性ですね。こっちの方がしっくりくるな。あり得る。P&G の、洗濯用洗剤だな。それ、あり得る。緑の方だろ。ジャスミンは？ジャスミンティーじゃん。ジャスミンティー。上だろう。おえー。半分。二択だから、もうほぼ勘じゃん。あんまり人の目を見ないタイプ。ほとんど当てずっぽだったので、そうだよ。人の目を見ないタイプ？人の目を見ないタイプ。それ対人でのこのコミュニケーションにおいてだろ。で、キャラクターの目の色とはまた話が違うと思うんだが、はい。ってことで、これ詳しい人は全問正解余裕だったんかな。はい。最後のご視聴いただきありがとうございました。では。